東急バス、川崎営業所。東急バス、川崎営業所は、神奈川県川崎市中原区小杉五店長2-74にあり、同市幸区、中原区、高津区、宮前区の一部の路線を管轄していた東急バスの営所である。営業所の略号は、かを使用していたが、二文字となっているのは、略号を制定した当時都内に存在した駒沢、営業所の ケートの重複を避けたためである。2010年、平成22年10月1日付で、東営業所の管轄路線を全て他営業所に遺憾の上で営業を終了した。川崎における東急バスの幕開けは、昭和初期のことであり、2つの全身事業者による路線を上げることができる。1つは、1933年、昭和8年に9、旧、 東京横浜電鉄が直営バス事業を再開するに、当たり収した溝の口乗り合いの路線で、川崎溝の口間を、府中街道経由で結ぶものである。もう一つは、玉川電気鉄道が1932年、昭和7年に、個人事業者の八木明より買収した路線で、マリコから新マリコ駅、勝田を中原街道経由で結ぶものと、溝の口市川中山駅、 柿尾駅間を大仙街道経由で結ぶものであった。川崎営業所は1940年昭和15年6月12日の開設であるが、これは旧東横電鉄が溝の口乗り合いを買収した際に設置した溝の口営業所を玉川電鉄の九州合併を経て新マリコに移転し、さらに現在の小杉御店長に移転してできたものである。現在地への移転当初は、 小杉営業所と呼ばれており、大東急時代に、旧京浜電気鉄道、現、京浜急行電鉄から引き継いだ川崎営業所との、県名で、現署名に解消された。ちなみに、終戦直後まで、神奈川県内の営業所は、東営業所のほかに、やはり旧東横電鉄から引き継いだ、神奈川営業所が横浜市に置かれていた。1947年、 昭和22年に神奈川営業所が休止されたため、以後1962年、昭和37年に日吉営業所が開設されるまでの間、神奈川県内のほぼ全路線が川崎営業所に集約されていた。しかし、漁師にまたがる大規模な路線網も終戦直後は大半が休止状態であり、昭和20年代後半まではその復旧が優先された。 復旧にあたって、京浜電鉄からの引き継ぎ路線だった、川崎住宅線は、三上行浜急行には受け継がれず、同社は休止のまま引き継ぎ、そのまま廃止した。分離独立直後に京急グループ入りした川崎鶴見、臨港バスが、実質的に引き継いだ。この結果、東急バスは、川崎市の国鉄東海道線以南から撤退した。昭和三十年代に入ると、 多摩田園都市の建設事業が開始され、川崎市では野川、宮前地区において、急速な人口増加が始まった。当時は東急田園都市線の開通前であり、人口定着化を図るため、主に武蔵小杉、溝の口を起点として、これらの地区に向かうバス路線が先行投資的に新設されていった。なお、武蔵小杉における東急バスのターミナルは、当初、 工業都市、現、東横線小杉駅にあったが、国鉄武蔵小杉駅前広場の整備に伴い、1959年、昭和34年12月に、小杉駅前に移り、発着路線のルート変更が行われている。こうした中、1962年に、日吉営業所、高津営業所が相次いで開設された。これにより、路線の日吉駅、 津島駅を起点に、横浜市内を運行する9路線が、日吉営業所に、主に溝の口から郊外へ向かう7路線が、高津営業所に移管され、営業所の規模はほぼ現状のようになった。その後も、周辺営業所との所管路線調整が何度か行われているが、2006年、平成18年3月には、横浜市営、バス43系統を受け入れのため、玉月による、 路線移管が実施された野川線と久さす線を委託路線の受け持ち営業所である高津営業所に分離する統合により、野川久ひさ線となる一方、新市路線を新羽営業所より受け入れたものである。なおこの時、十三系統自体は青葉台から虹が丘に移管されており、虹が丘からは空港リム人路線が新羽へ移管されている。年、 平成20年5月28日に、すべての担当路線でパスモが導入された。2010年、平成22年10月1日、同営業所は、すべての路線を他営業所に移管し、その営業を終えた。同日に停留署名は、小杉折り返し所に変更され、川32、詐欺例に系統、一部などのバスの始発、終着のを維持していたが、2011年、 平成23年7月1日にはこれも終了し、小杉御店長に丁明再解消された。同営業所の跡地は、コスモスイニシアと阪急不動産によるマンション建設が進められ、7階建てのジオイニシア武蔵小杉が2012年、平成24年9月に竣工した。川崎線は、旧東京横浜電鉄が、 バス事業を再開するにあたって1933年に溝の口乗り合い自動車より譲り受けた路線を起源に持つ古い路線である。主に、府中街道を走り、小杉、高津経由で溝の口に至るが、川31系統は全体の2割ほどしかなく、多くは川32系統や川33系統の折り返し便である。その分、小杉より北では講述する。 小杉線が運行されている。平日、土曜夜間と日祝の早朝夜間は川31系統は小杉駅へ入ってから溝の口駅方向へ向かう。直行、東芝系統は通勤時間帯は頻発で運行されるが日中時間帯は1時間に1から2本ほどである。稀に臨時ダイヤで運行の場合流。現在の運行形態となったのは1999年。 平成11年のことであるが、東芝への輸送も歴史が長く、東芝通信部門の前身、東京電機が小迎工場を発足させた直後の1940年の路線案内にはすでに川崎駅無線前系統の記載がある。この路線には、その東芝系統を除き、土手回りとの故障がある。これは、ソリッドスクエア、前から病高時、秒光寺、 前付近で多摩川の土手沿いを走ることを示すものだが、以前はこの他にも、幸い町周り、新道周りと呼ばれる便があった。幸い町周りは、明治聖火前、現、ソリッドスクエア前、下平間間で中幸い町、三幸警察署前、現、幸い警察署前、西京前、三幸小学校前、小向井交番前、2007年3月31日より、 東芝科学館前を経営するものであり、新道周りは、同区間で仲裁祭町、三行警察署前、西京寺前、三行小学校前、小向西町を経営するものであった。また同じく、川崎駅を発着する都内江原営業所の半礼市は、河原町団地前から、東芝科学館前を別経路、遠藤町、三行小学校前、とて一丁目を経由で運行するので、 遠藤町経由と呼称されてり、東芝系統も、半霊一と同じ経路で運行している。2007年、平成19年4月1日に、乗り場が東口から西口北バスターミナルに変更された。これにより、東急バスは川崎市川崎区から完全に撤退した。さらに、同年9月30日限りで、川32、川崎駅。 西口北東芝小向井工場の系統が廃止された上記の直行、東芝系統とは異なる。そして川崎営業所の廃止に伴い、2010年、平成22年10月1日付で、高津営業所に移管、同時に東急トランセ管理委託路線となった。高津営業所と、共管、川崎市バスと共同運行し、東急バス、市バス共通定期券を取り扱うが、 小杉駅の乗り場は、両社で異なるので注意を要する。詐欺沼駅、久瀬間の利用客が多い。全体的に渋滞の多い道路を走行するため、ラッシュ時は、新城駅発着便が運行されるほか、詐欺沼口の区間運行も、多数見られる。当初は、高津営業所の担当だったが、東山でいや川崎、高津の間での幾度の遺憾を経て2010年10月1日に、 東山でに営業所の単独担当に落ち着く。川崎市バス側も当初は、井田営業所が担当し、後に、菅尾営業所、相模神楽をバスに、委託営館、現在は、両者の共管で運行している。1957年、昭和32年に、鎌田駅と下回小理会支所の間で開通。当時は、東京都内の池上営業所が担当した。 1960年、昭和35年、ガス橋が、人車共用の新しい橋に架け替えられたのを受けて、ガス橋を、私、小杉駅まで延長される。1962年、昭和37年の日吉営業所開業時に、規模的余裕のできた川崎へ移管された。三菱日本重工東京製作所、現、三菱不走トラックバス。 川崎製作所とマリコ工場の両方に近接したエリアを通る通勤路線として重宝されたが、1974年、昭和49年に廃止となり、下マリコと川崎市内を結ぶ役割は平らませんが、代わって担うこととなる。現在、東京都大田区下マリコ、矢口地区の玉包通りの一部区間は池上、営業所のカマリコ循環線、多摩ちゃんバスが運行されている。 前述の元マリコ線と平成中期まで存在した旧日吉営業所の鹿島田線、川崎市バスの川71系統を下平間を軸に組み合わせたような路線。下、マリコ線に遅れること約3年、1963年、昭和38年に平間駅で分かれて、蒲田と日吉駅を結ぶ新系統が開通した。その後、昭和40年代に入って、 下もマリコ折り返し上初でやはり、平間地区で分かれ小向井、川崎方面に向かう路線が作られる。川崎市内から、キャノン本社工場、三菱重工、現、三菱自動車工業マリコ工場への通勤、逆に、大田区内から東芝小向井工場への通勤輸送を狙ったものだった。東京直通路線として1972年、昭和47年に、 川65の系統番号が与えられたが、1978年、昭和53年の路線再編成により、同年12月19日限りで、鹿島田線に吸収され廃止となった。これにより、ガス橋を渡るバス路線は消滅、川崎営業所も東京都大田区から撤退した。その後、鹿島田線も、日吉から東山田への移転に伴う新羽根営業所への、 遺憾を経て1997年、平成9年2月15日限りで、廃止、一部区間が駒岡線に編入され、現在も日吉駅越し時間を、非94系統として新羽営業所が運行している。さらに、鹿島田線には川54という系統番号があり、現在も運行されている川崎鶴見臨行バス、江ヶ崎線、川崎駅西口から、 北加瀬元住吉も川54系統として運行されており、全く関係のない別々の路線で、同一の系統番号が使用されている状態になっていた上、小石三菱自動大箱、現在の三菱不装前間で並走していたが、鹿島田線の廃止により、系統番号の重複は解消された。元は小杉駅と詐沼駅を結ぶ路線で、 1920年代の八木商会以来の系譜を持つ館内で最も古い路線だったが、1981年、昭和56年6月23日に、詐欺礼6と、杉零九9の2系統に分割される。その後詐欺礼6は2003年、平成15年3月15日に、高津営業所の梶ヶ谷ヤ線カジレ1、梶ヶ谷駅の側台に統合。 カジガヤ詐沼線カジ01、カジガヤ駅の川台詐沼駅として、高津営業所の管轄となる。その後2005年、平成17年7月16日の東急トランセ、委託化を経て2009年、平成21年4月1日に、トランセ委託を解除、次が丘営業所へ移管となった。一方の杉零9も、久瀬千杉零6と共に、 新市線の移管に伴う玉月で2007年、平成19年7月1日に、東急トランスタクの上高津営業所へ移管、両路線を統合して、野川久杉線となる。さらに2010年5月1日付で、トランスタクを解除、東山電営業所へ再移管されている。1920年代のヤギ紹介以来の経譜を持つ、管内で最も古い路線だったが、 新城線の移管に伴う玉月により、2007年、平成19年7月1日付で、東急トランス委託の上、高津営業所へ移管、野川線赤礼級と統合の上野川、久生線となる。さらに2010年5月1日付で、トランス委託を解除、東山電営業所へ再移管され現在に至る。2010年、平成22年5月1日、 東急トランセイタクの上高津営業所へ移管、川崎営業所への出入り系統は、川崎所管。1957年、昭和32年営業開始。1966年、昭和41年以来新羽営業所の担当だったが、虹ヶ丘営業所所管だった、多摩プラーザ空港線、新しゆ空港線、新しゆ成田空港線。 多摩プラザ TDR 線の新羽根移管に伴う玉月により2006年平成18年3月16日付で移管されてきた閉鎖を目前にした2010年平成22年7月1日付で新羽根営業所理も脅され現在に至る横浜市港北区の日吉駅から新日鉄アート地のアイザック日吉のアクセスと伊田病院への日吉駅からの アクセス工場のために2003年9月3日に開設された。桜が丘入り口から桜が丘間はフリー乗降性になっており、自宅前で降りられ、かつこの区間から桜が丘を通り越しての乗車も可能である。日吉駅日吉長間は、日21、22系統と並走するものの、その間の停留所は通過となっていたが、2006年9月16日のダイヤ改正で、 朝ら主事を除き、日吉屋上停留所に停車するようになった。運賃区間は、日吉駅伊田坂間は、横浜市内、伊田坂から桜が、丘は、川崎市内の扱いとなるが、横浜市発行の経路乗車証などは、日吉駅桜が、お帰り口間で利用可能である。東京アイロを走行するため、小型バスを使用して運行される。本営業所には、日産ディーゼル工業、 ゲン、ドトラックス。イカド製及び、イスズ製が在籍していた。ノンステップ車の割合は4割から5割ほど。LED 式行き先表示器については、新車及び車体更新車のみの装備に留められていて、このため新白線の遺憾時においては、一度消滅した方向幕表示が復活することとなったが、一部を除き2006年12月までに装備を完了した。なお、 かつて在籍していた土星の花1511から1515 15は、車番と登録番号の数字部分が一致していたが、これは東急バスでは唯一の例であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。